はい、皆さんこんにちは。アベモータースマーケティング部の杉本です。本日もご覧いただきありがとうございます。はい、ということで、本日はこちらの BMW8 シリーズグランクーペをご紹介していきたいと思います。はい、こちらの8シリーズは以前6シリーズというモデルで発売されていたモデルの後継のモデルになっています。こちらはクーペ、カブリオレで、今回はグランクーペなんですけども、クーペを4ドア化して、そのままクーペのシルエットを残した4ドアのタイプのクーペになっています。非常にかっこいいラグジュアリータイプのモデルになってますので、ぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。はい、それでは早速ボディサイズからいきましょう。全長は 5085mm、幅が 1930mm、高さが 1400mm になっています。もう全長は 5m 超えて、幅もやはりありますね。ただワイドな分どっしりとした雰囲気で、非常に迫力のあるデザインになってます。そしてやはりもともとクーペを4ドアにしたので、このサイドのスタイルは非常にかっこいいモデルですね。で、 M スポーツからこの BMW のレーザーライト、こちらも標準装備になっています。そしてデイライトはヘキサゴン型のタイプになっています。今こちらのモデルは M スポーツなので、このバンパーのこの開口がやはり大きく開いてますね。そして小灯バンハングの作りになっています。ちょっと近くで見ていきましょう。グリルも 3D 型になっていて、立体感のあるデザインになっています。そしてグリルの先端に今カメラがついてますね。で、下の部分にミリ波レーダー、ヘッドライトも本当かっこよくなりましたね。ちょっとやはり6シリーズの時よりかは新しくなっているので、様々変更点もあります。で、サイドから見ていきましょう。やはりクーペスタイルなので、車高はやはり低くなってます。エアブリーザーもついていますね。で、 M スポーツの場合はですね、この M スポーツブレーキも標準で装備されています。ドアミラーにウインカーもついてます。そしてこのフレスラインが後ろに行くたびにこう上がっていってですね、この辺りも非常にかっこいいデザインになっています。はい、テールライトもやはり横に長いタイプに変わってます。ウインカーも長く、こうちょっと光り方もですね、少し他のモデルとは違う光り方をするテールライトです。そしてマフラーはツインマフラーで台形型になっていて、こちらもリアから見た雰囲気は非常にかっこよく見えますね。そしてトランクもスポイラーがついているわけではないんですけども、こう跳ね上がったようなデザインになっていて、こちらも非常にかっこいい作りになってます。ちょっとシートなども見ていきましょうか。はい、インテリアです。シートもですね、スポーティーラグジュアリーというようなコンセプトもあるので、この辺りも非常にかっこいいデザインになってます。これはフロントですね。で、こちら今グリーンに光っているところ、これアンビエントライトなんですけど、こういう光り方もします。で、リアはですね、実はこうセンターにですね、コンソールというかエアコンの吹き出しというかスイッチ関係がついてるんですけど、一応 5人乗りにはなってます。ですが若干やはり座りづらいので、まあ、4名がいいかなと。ちょっと後ほど乗った雰囲気も撮影していきます。それではトランク行ってみましょう。それでは見ていきましょう。こちらもキックで開閉することができます。ではまたサイズを測っていきましょう。まずは奥行きから。結構奥広いんですよ。この縁まで行くと1m10cmありますね。でサイドはここまであるんですけど、ここでちょっと1回段差があるんで、ここから測りましょうか。横は80cmですね。あとは横のポケットと、まあ、ここもちょっと入れますけど、あとここにスルーローディングがついて乗るので、これでシートをパコンと開けることもできます。ではエンジンルーム見ていきましょう。ではエンジンルームです。こちらの車両は840i グランクーペ M スポーツです。エンジンは3リッターの6気筒エンジン、最高出力340馬力、最大トルクは500ニュートンメーターです。続いてその他バリエーションとしては 840DX ドライブ、こちらは6気筒のディーゼルエンジン3リッターです。最高出力320馬力、最大トルクは680ニュートンメーターです。その他 M850iX ドライブ V 型8気筒 4.4 リッターエンジンです。最高出力530馬力、最大トルクは750ニュートンメーターのハイパフォーマンスモデルです。ミッションとしては全て8速のオートマになっています。ディーゼルモデルと M850 のみ X ドライブになっています。それではインテリアを見ていきましょう。はい、インテリアです。インパネはとてもシンプルなBMW らしい雰囲気になってます。モニターもですね、BMW ライブコックピット標準でついてます。その他ダッシュボードもレザーがついてますね。こちらもすごい質感がいいです。でエアコンのこの表示もちょっと他とは違う、こんな感じでモニターになっていて、これもまた演出がすごいかっこいいですね。そしてボタンのこのエアコン関係も集中してまとまってます。あとはダイヤモンドフィニッシュのシフトノブだったり、あとはアイドライブのコントローラー、あとスタートボタンのスイッチも変わってます。でハンズオフのシステムついてるので、まあ、高速走行の時には手を離して走行することもできます。あとはヘッドアップディスプレイも標準でついてたり、 M スポーツから、ハーマンカードン、こちらが標準でついてきます。その他ドライビングモード、この辺りもですねいろいろ選べるんですよ。スポーツモードにしてスポーツプラスとかインディビジュアルでこう設定したり、この辺りも非常に楽しい車になってます。ハンドルもですねインテグレーティッドアクティブステアリングというのが標準でついてます。この辺りもとても魅力のある装備ですね。でガラスサンルーフはこちらはオプションになってます。あとサウンドシステムもバウアーズ・ウィルキンソンもオプションで設定することができます。この辺りがですね、全然今までのモデルとちょっと違うなという雰囲気がやっぱり出てますね。このアンビエントライトもここには通常ついてないんですけど、やっぱすごいスポーティーなスポーツカーだなっていう雰囲気です。でちょっとリアシートもご紹介していきます。それでは乗っていきましょう。あ、結構深いな。私の身長が172センチ、体重65キロなんですけど、あ、4シリーズのグランクーペよりもここは余ってる気がしますね。ただ拳は入らないです。指2本とかそれぐらいなんですけど、ルーフがこう下がってきてるんですけど、背中をこうびったりつけても当たらないです。でシートポジションも先ほどちょっと運転しやすい姿勢にしてきたんですけど、もう十分空いてますね。今レザーシートなんですけど、やっぱちょっと張りはあります。あとはここにですね、シートヒーターのスイッチとかエアコンのスイッチとかがもう集中してついてます。だいたいセダンとかはここ足元空いてるんですけど、ここまでこうセンターコンソールが続いてきてるようなイメージです。操作はすごいしやすいですね。で USB の C タイプもここに来てます。あとはポケット、ここはドリンクは入んないですね。あと小物入れと、あとセンターの肘掛けにドリンクホルダー、ここもステンレスのアルミの素材使ってたりして非常にかっこいいデザインになる。あとライトもあるし、後ろのここはガラスサンルーフがあるとここは明るくなりますのと、やはり車幅もあるのでこの空間はすごい快適な空間の、快適なスポーツカーというか、そんな感じの高級感のあるイメージです。はい、いかがだったでしょうか。本日はこちらの BMW8 シリーズグランクーペをご紹介させていただきました。クーペのシルエットに伸びやかさが加わってとてもエレガントなモデルになっています。ぜひショールームでご覧いただければと思います。本日もご覧いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。それではまた。